皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今日はお外からお届けしてますと言いたいところなんですけども、いわゆるグリーンバックの合成なんですけれども、背景はですね、フランスのシャガールの美術館のお庭です。なんかね、日本って感じもするんですけどね、若干ね。柳っぽい、画像を、私が自分が持ってるものをいろいろ探したんですけど、柳ね、やっぱりなかなか最近撮ってなかったので、近い画像っていうのがね、これっぽいのがね、これしかなかったんですね。で、あとついに、グリーンバッグを購入いたしました。で、もうちょっとね、グリーンバッグにすると、なんていうかな、アラがなくなるのかなと思ったんですけど、笛を構えるとですね、なんかこうやったらほら、髪の毛が消えちゃったりとかする瞬間があるんですよね。どの辺だっけ、この辺か。で、ちょっとこの間からね、グリーンバッグが見えているかと思うんですけど、隙間から。これもちょっとね、研究を重ねて、上手にね、一見お外に見えるようにね、いろいろとしていきたいなと思っています。何しろ今ね、海外に簡単にね、行くのがね、難しいので、なんか思い出の写真とかを背景に入れながら、いろいろとグリーンバッグで合成していきながら、こう映像動画とかも出していきたいなと思ったりなんかしています。そんなわけでですね、本当は今日はですね、とあるところでコンサートをしているはずだったんですけども、こちらの方を流れてしまいましたので、今日はちょっと久しぶりに日中音が出せる時間にお家にいてグリーンバッグを弾いて遊べるということで、ちょっと動画で遊んでみました。クリスタルフルートで演奏するのもちょっと久しぶりですね。この子も最近に購入した、今年購入したやつですね。生徒さんに、このデイジーの、ね、柄の、ね、フルートが欲しいということで、1回目購入したんですけども、うまいことね、入荷できなかったらしくて、なんか運んでくる途中で割れちゃったらしいんですね。で、そんなことあるんやと思って、今まで頼んでそんなこと一度もなかったのに、割れてしまったので、違う柄でお願いしますって言われて、で、そこのところで他の、柄に変えようとしたんですけども、違う出品者さんで、クリスタルフルートで、このデイジー柄をね、取り扱っているところがあったんです。ブルーデイジーって言うんですけども、で、じゃあ私も一緒にこの柄は持ってなかったので、2本一応買っとけば、万一また割れることがあっても1本は無事だろうと思いまして、そしたら2本とも無事届いたので、1本は私のものとして大事に使わせていただいてます。やっぱり昔のやつと少しスケールが違って、吹きやすいところとあれっていうところがあったりするんですけど、どちらも可愛いなと思っています。そんなわけでですね、今日は久しぶりの、音付きの動画となりました。それでは皆様、またね。